全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはアスカビクトリア、神宮ファール、どの馬が先手を取るでしょうか。4番アスカビクトリア先頭に立ちます。外から上がるのは神宮ファール、3番ペイソウナ好位をキープ、3馬身相手1番合わせ馬、1番人気ヒルデガルトクネフ、最後方からの競馬、3コーナーに差し掛かろうとしています。冬の阪神競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは6馬身、 600m の通過タイムは35秒5。先頭変わって神宮ファール、差がなく4番アスカビクトリア、3番ペイソウナ好位につけました。1番人気2番ヒルデガルトクネフ、この位置からの競馬、最後方1番合わせ馬、4コーナーカーブから直線に向きます。残り400を切って神宮ファール、その後からアスカビクトリア、アスカビクトリア勢いよく追い上げる、坂を登ってヒルデガルトクネフ、前を懸命に追う、まだ先頭はアスカビクトリア、ヒルデガルトクネフ、まだ後方アスカビクトリア、押し切ってゴール、勝ったのはアスカビクトリア、鞍上は川田優雅騎手、勝ちタイムは1分19秒2。アスカビクトリア、ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ヒルデガルトクネフ。